先週はもう胸キュン恋バナもう伊福部さんニヤニヤ失敗しっぱ <laughs> なしかあれだってよニュースになったんだってアプリコットさんからメール来てましたけどねあの今年に入ってスキャンダラスだらけの芸能界そんな中声優界ではあのおしどり夫婦が幸せすぎだろうと話題だってニュースになったんだって <laughs> <laughs> すすごいなももう何でもニュースにするんだね今ね今びっくりした俺もそうなんだ知らなかった今さっき知ったよこれねそんななんかでも伊福部さんがニヤニヤしたからだと思いますよあのもうちょっとニヤニヤさせてあげましょうか奥さんは、えー、おからのクッキーを作ってくれました <laughs> <笑><笑>ホワイトデーなんですってもうすぐね 僕もホワイトデーってのちょっとよくわかんなくて本当上手にできなくて困ってますオクラオカラクッキーオクラじゃないですよオカラクッキーはねもらったんですけどいやもうホワイトデーはもうこの間もね別の番組であの「マシュマロ返すんでしょ」って言ってもうドン引きされるっていうね <laughs> いつの時代の話だよってマシュマロだと思ってないお返しするものはホワイトデーうわ全然反応せえへん <laughs> 俺らの世代はマシュマロだったんですよマシュマロ で今は嫌いって意味なんでしょいや最近はそういうなんかお菓子によって意味が違うってうのをそこで初めて知ったんですよ嘘でしょマシュマロでしたよ昔はだから僕はもうそういうのもわからないんでルールもわからないんで何もしないと思います,いますそれではいきましょう、えー、あこの話をしろってかなるほどなバレンタインなはいはいはいしたしたした、はい、バ,バレンタインはねもらいましたおからクッキーを去年はいただいたんですけど 今年は、えー、パンナコッタをあいただきましたね。パン、あ,あパンナコッタです。えー、層仕立てになってました。上が、えー、なんかな、なんだあれ、ミルクなやつで、ね、えー、下がチョコになって。ん<ー>。で、ラズベリーソースっーー <laughs> そうんですか。これがかかっておりましてね。これは大変に美味しい、えー、パンナコッタです、ね、<ー> <laughs> 以上です。<laughs> <laughs> このさんもただの一連のコントだよね。<laughs> <laughs> ただ夫婦を言いたいおっさんと、なんか言わされてるおっさんのただのコント、これ。ただのコそんな中、昨日はバレンタインだったということでね。えー、あ、鈴村家のバレンタインね。おえっ、ー、と、ガトーショコラですか あれを焼いたんですか、あれは、ね、焼くもんですか。お<ー>おー、久しぶりですね、この感じね。<laughs> えー、いただきまして、えー、今朝いただきまして、<ー>昨日夜お仕事がね、遅かったのでございましてね。<ー>家に、あの、あ朝置いてありまして、<ー>これ開きましたよということで。っていうか、俺。